なんか笹さん聞きたいこととかないんですか、はい、さっきあのお子様がいらっしゃると、はい、まあ、奥様いらっしゃってお子様いらっしゃるっていうことなんですけど、息子さんもキックボクシングとか習ってらっしゃるんですか？絶対させないです。あ、させない、させないです。危ないです。いや、あの、まあ、多分性格がね、僕に似てるんでね、それを覚えるとなんかね、使いまくりたくなると思うんですよ。お調子もんなんで、はい、だから違うことを、はい、今は英語とスイミングと体操とやってるんですけど、それをなんか褒めて褒めて、そっちの方向で伸びていってくれたらなと思って。じゃあもし今後そのお父さんと同じような、まあ、喧嘩じゃないにしてもね、その格闘技の方をやりたいって息子さんが言っても、そこはちょっと一度反対する感じですか？5回ぐらい反対しますね。反対はせんと、やんわりと認めるけど、もっと楽しそうな違う習い事とか、こんなもん、こんなもんって煙に巻きます、テイストが違うから。はい、こんなんも面白いよって言って、いろんなもん目移りさせますね。あ、だから本当に健康やってほしくないですね。アンディジュニアを育てるつもりはないってことですよ。そうですよね。あ、あとアンディさん、あの笹さんとか、うん、結構昔はファンだったりはしたんですか？あ、私の元 AV 女優なんですよ。僕は25歳の時ぐらいにはバンバンそのいろんな雑誌やあれやとかでね、お見かけしてたんで、もちろん存じ上げております。来週もキャットファイトで殴っていくんですよね、もう笹さん。内容何なんですか、キャットファイトの？あ、キャットファイトってあの女の子同士が、まあ、たまにね、あの男性のレスラーが入ってくれる場合もあるんですけど、試合によってルールは違うんですけど、私がよく出していただくものはバナナマッチって言って、あの女の子同士がこうキャッキャッキャッと戦って、あの足開き、股開き、フリーカウントとか、あとはあのタップとかで、まあ、1回ずつ負けが決まりますよね。そうすると勝った人にバナナをエロくこう食べる権利が与えられる。そのバナナおじさんがこう股間につけたバナナをこうやらしくこう食べてポイントで稼ぐっていう試合だったりとか、あとはあの女の子が5枚6枚着衣を着てて、はい、追いかぎマッチでの全裸になったら負けとか、いろんなルールの試合があるので、あの写真撮り放題なんで。あ、そうなんですか。はい、あのいきなりおっぱいとか出たらびっくりさせたらすいません。そういう感じなんですか？そういう試合もありますんで。あ、なんかすごいですね。